どうも、ねずっちです。北京オリンピックスキージャンプ小林陵侑選手がね、金メダルを取りましたね。今大会初日本勢の金メダルということで、でスキージャンプ個人でね金っていうのはあの船木さん以来24年ぶりの快挙なんだそうです。本当すごいね。で競技の後の取材でね、あのネット記事になってましたけど、あのオリンピックには魔物が住むと言うけど、それについてこうね尋ねられて、僕が魔物だったのかもしれませんっていう返しをしたっていうのは書いてありましてね、いい返しするなと思いましたね。結構喋りいけるんじゃないですか小林選手ね。だから小林選手っていうのは、ジャンプそして喋りどちらも遠くまでいける。ねずっちです。ではまた。